ドルニエ・ドゥー、ワイドルニエ・ドゥー、ワイドルニエ・ドゥー・ワイ,ゥーワイは、1930年代に、ドイツのドルニエ社が設計した2作目の爆撃機である。1930年に、設計の始まった本機は別の試作爆撃機、ドルニエ・ドゥー・ P に続くもので、試作初号機は1930年3月に、初飛行を行った。機体は、固定オーリン式降着装置を持つ、 全金属製の変異翼配置の単葉機という点では、ドゥーピーに似たものであったが、エンジンは4機ではなく38機であった。民間用の旅客基盤がドルニエ・ドゥーユーとして提案されたが、これが製作されることはなかった。ドゥーピーとドゥーワイは1930年代初期に試作貨物機として公開されたが、両機は実質的にはドイツ空軍の最初の第一線爆撃機である。 ドルニエドゥ11製作へとつながる発展への一段階であった。1931年に2機がユーゴスラビア王国空軍向けに製作され、6年後にさらに2機が作られた。4機全機が1939年にサボイア・マルケッティ SM-79 に代替されるまでモスタルの第81連隊に配備されていた。 その後これらの機体は輸送と連絡任務といった第二戦へ下げられて1941年にクラリエボでドイツ軍に露隔された。その中の一機は後にクロアチア独立国空軍に引き渡された。1932年にドルニエ社は製造番号 WNR243 と244の2機を製作した。これらはもともとは ユーゴスラビア王国から発注されたものであったが、DOOK と d o ー,ー,ドゥー y 計画の一環でもあった。ドイツルーフトハンザ航空とドイツ航空省からの高速旅客機を求める声に応じたもので、これは実際には高速爆撃機になり得る機体であった。ドルニエ社は d ゥ o 1 5という新しい名称で設計案を提出し、これと同じ要求に応じたものが、 ハインケル AG111 とユンカース1 8 6という優れた機体の出現につながった。これらに対抗してドルニエ社は新規設計のドルニエドゥ17を開発したドルニエドゥーワイ。ありがとうございます。